どうも、くまです。いつもくまログ生活の山小屋を見ていただきましてありがとうございます。今回はですね、DIY の話です。その DIY というのが、はい、今ちょっとずつゆっくりと降りてきていますが、そうなんです。今回の動画はですね、6畳シアター DIY ということで、先日行ったスクリーンとプロジェクターの DIY の模様を紹介したいと思います。ということでですね、今日の動画は家でプロジェクターってどうなのっていうふうに思っている方であったり、狭い部屋でもスクリーンをセッティングして映画を楽しみたいっていうふうに思っている方、または実際 DIY をするとどんな部分が問題になるのっていうふうに思っている方、そんな方にすごくおすすめの動画となってますので、そんな悩める方々の問題を解決できればいいなというふうに思っています。実際の DIY の工程を全て紹介するので、そんなとこもしっかりイメージがつくと思ってますので、ぜひチェックしていってください。それでは見てみましょう。はい、ということで今回もですね、まず DIY のセットアップ環境についてちょっと触れていきたいと思います。いくつかあるんですけれども、まず1つ目がですね、私の使用しているプロジェクターは XGB のプロジェクターを使用しています。これ半年ぐらい使ってめちゃくちゃいいと思ってますので、今後ですね、また次回別の動画で長期レビューなんかもしてみたいと思いますので、チェックしてみてほしいです。で、2つ目ですね、設置する部屋ですね、この今私が撮影している 1LDK の部屋です。12畳の部屋なんですけど、半分奥側がダイニングとキッチンで6畳ぐらいですかね。で、こっちが私がいる空間が6畳ぐらいなので、実質映画を見る、鑑賞するっていうところは6畳のスペースっていう形になります。で、 XGB のプロジェクターがですね、はい、こちらがですね、 XGB のプロジェクターなんですけれども、このプロジェクターの焦点距離はですね、100インチで約 2.65m、 120インチで約 3.2m の焦点距離が必要となります。今回ですね、吊り下げ式のものを購入したんですけれども、こちらのサイズはですね、比率16対9の100インチサイズです。で、設置をですね、今回実際してみた部分が、スクリーンを吊るすこの位置から向こう側のですね、ソファーのところまでちょうど3メートルぐらいでした。なので、ちょうど良い具合の位置関係にあったのがすごく良かったなというふうに思いますね。で、3つ目に関してなんですけど、私の家にはですね、テレビがないんですね。テレビがあるとどうしてもリビングの家具配置に縛りが出てきたり、プロジェクターの配置にもやっぱり難点が多くなってくるんですよね。で、テレビがない部分が DIY のやりやすさを上げてくれた部分もありますし、すごく良かったなっていうふうに思います。で、4つ目としては、音響環境としてはもともとスピーカーがあったため、プロジェクターとつなぐことでステレオのサウンド環境を簡易的に構築することもできましたね。そういった部分が良かったなっていうふうに思います。こういう前提条件の下で今回 DIY をしてみます。ということで、早速 DIY の模様をどうぞ。はい、という形で DIY をスタートしていきます。今回はこちらですね、このカーテンの窓際にスクリーンをセットするような形になります。で、反対側の位置関係にあたるこちら側にはソファーが置いてあります。ここでくつろぎながら目の前のスクリーンに投影するというような形をとります。ここの間がちょうど3メートルっていうところですね。こういった位置関係のもと、今回スクリーン DIY を行っていきたいと思います。はい、ではまず必要なものですね。今回はホームセンターで購入してきた 2x4 材2本と、こちらが Amazon で購入したスクリーン本体ですね。かなり長いです。まあ、こういった 2x4 材は簡単にホームセンターで手に入るので楽ですよね。で、今回はですね、2x4 材と、こちら後ほど説明するんですけれども、 2x4 のですね、下に土台として設置する、まあ、木片ですね、 2x4 材の木片も使用していきます。そして色付けはこちらのですね、毎回使用してますね、ブライワックスです。今回はジャコビアのカラーで色付けしていきます。そして今回の要、毎度活躍のラブリコですね。今回はですね、通常のラブリコではなく、パワフルタイプですね。使用の荷重が 40kg までのパワフルタイプ強力突っ張りキャップを使用して、こちらを 2x4 材にセットして突っ張るような形にしていきます。そしてこちらがですね、突っ張り棒が落ちないくんです。これ当初の予定ではこれを使用する予定だったんですけれども、結果使用しませんでした。その理由というのは後ほど説明をしたいと思います。まあ、こちらも Amazon で購入しました。1個700円ぐらいですかね。突っ張り棒が落ちないようにする作用がある突っ張り棒が落ちないくんですね。まんまですね、名前。はい、でこちらがマキタの電動ドライバーですね。こういった準備で DIY スタートしていきます。では今日も頑張っていきましょう。
ではまずですね、こちら100円ショップで購入してきたスチールウールですね。目の洗いたわしのような作用をしてくれるスチールウールでドライワックスを除外包材に染み込ませていきます。ジャコビアンの色付けをどんどんしていくっていうような感じですね。これ今気づいたんですけど、なぜこういう作業をするのにこの人は白シャツを着ているんでしょうかね。あ、今気づきましたね。なんで俺白シャツなんだってなってますね。はい、作業を続けていきます。という形で塗り終わりましたら、ウエスフル布ですね、こちらで余計な部分を拭き取って、これで潰れ放題の色付けは完成ですね。まあ、この状態で 3,4 時間私は置いておきました。はい、そして続いて結構大掛かりな長いスクリーンの設置になるので、ちょっと一度部屋を片付けました。一回付けとかもどかさなければいけなかったので、一回どかしている途中ですね。でついでに掃除機をかけたんですけど、ちょっとこの時にもう思いついてしまったんですけど、我が家にカーペットラグいらないなと思ってもう撤去しました。本当に思いつきだったんですけど、ラグ前からちょっと捨てようかどうか迷っていて、ない方がすっきりするなと思っていたので、これを機にもうラグは我が家から撤収させました。はい、こんな感じで家からまた物がなくなって一つずつすっきりしていきますね。という感じで周りがすっきりした状態で、まずこちらの 2x4 材をこちらですね、カーテンレールの間に立てかけます。ここは本当にぴったりだったので好都合でした。で続いてはラブリコの説明書ですね。 2x4 材の下に土台の板をかませます。でラブリコの協力タイプにはこういった形でシールが用意されていて、これを土台となる木片、 2x4 材の木片の裏に貼り付けます。このシールの粘着性があることによって床とですね、この木材がしっかりくっつくっていう作用を果たしてくれますね。そしてこちらが 2x4 材の下にですね、ネジ止めする間のパーツですね、プラスチックのパーツを一度当ててみます。で、まあ、大体の位置を一度確認してみます。こんな感じですね。で今回は 2x4 材の土台の木片をですね、下に敷くんですけれども、ここの窓のスペースからはみ出さないようにしましたね。でこれは今何をやっているかというとですね、定規で上の部分と下の部分が同じ長さになっているか平行になっているかっていうところを調べていますね。この窓のところとまっすぐになっているか平行になっているかっていうところを調べています。かなり原始的ですね。毎回私たちの DIY はこんな感じです。でちょっとずつ微調整します。これ繰り返します。でここだなっていう位置が決まりましたら、いよいよ 2x4 材と下の土台をラブリコのパーツでくっつける作業です。まず樹脂用の穴をドライバーで開けていきます。ドリルで穴を開けた後、こういった感じでネジ止めをしていきます。でこれ中の方にもネジ止めする場所があるので、ここも同じようにプラスチックのキャップと土台をネジ止めしていきます。でネジ止めしたら、改めて 2x4 材をここにセットして、正しい目的の場所に設置していきます。でラブリコの上のパーツの部分ですね、ここを一旦軽く留めます。ここ本留めではなく一旦軽く留めるような形にします。で一旦軽く留めたらですね、天井についている部分のラブリコのパーツの場所が決まるので、ここで養生テープでも何でもいいので、今天井に突っ張っているところのパーツの部分が分かるように、こういった感じで養生テープで印をつけていきます。ここに突っ張るんだよっていうのが分かるような感じで、周りを養生テープで囲っていきます。はい、全部囲い終わりました。こんな感じですね。で養生テープで周りを囲んだら、仮止めしていたラブリコのパーツを一旦外します。そうするとこんな感じでラブリコの天井パーツ部分がどこについていたかっていうのが分かりますね。そしてラブリコのですね、上の部分、この強力タイプにはホチキスで天井と止められるこういったゴムのパーツがついているんですね。これを今回利用します。これ後からラブリコを購入して気づいたんですけれども、もともと強力タイプにはこういったホチキス止めのものがついていて、このゴムの部分のパーツをまず天井に仮止めします。こんな感じで軽く止めまして、でこの状態でホチキスで天井に
まあ、これホチキの穴は開くんですけども、天井にこういった形でこのゴムのパーツを打ち付けます。ホチキスを180度に開いて、こんな感じでどんどん打っていきます。でガイド通りに打っていくと、はい、こんな感じですね。ちょっとガタガタはしていますが、まあこのゴムのパーツはくっついたような形になります。で天井にくっついた状態であれば、もう補助テープは剥がして大丈夫なので、これでゴムのパーツのみが今天井にくっついています。これがガイドとなって、先ほどのラブリコの上部のパーツを戻して、このゴムの部分にこういった感じでくっつけます。ここですね。こういった感じでゴムのパーツが天井にくっついていることにより、そのゴムのパーツが引っかかってラブリコ 2x4 材が倒れないようにするっていうようなところですね。これがラブリコ強力タイプの良い部分ですね。はい、という感じで、あとはもう通常のラブリコと同じようにこのジャッキを回して、きつく回して動かないようにします。これで片方の 2x4 材が完全に固定された形になります。かなりガンガン揺らして引っ張っても倒れないですね。これなら大丈夫そうです。下を見るとこんな感じになってます。で今左側をつけたので、右側も同じ作業をします。でここで大事なのが、この左右の長さですね。ここを見誤ってしまうとスクリーンがくっつかないので、しっかり確認をします。はい、ということで猫が見に来ましたね。ちょっといろいろ部屋の模様替えというかガチャガチャしてるので、お前ら何やってんだっていう感じなんでしょうけど、作業は続いていきます。こんな感じで 2x4 材と 2x4 材の間をしっかり長さですね、スクリーンの全長と同じ長さになるように測って設置していくっていう形になります。何やってんのっていうふうに見てますね猫は。で先ほどと同じように原始的に、まあ、下の部分と真ん中の部分と上の部分が同じ長さになってるかっていうところですね、平行になってるかっていうところを確認していきます。はい、で右下の方もですね、こういった感じで土台をつけました。右下の土台の方はスペース的にちゃんと確保できたので、土台補材の真下に土台の中心が来るようにこういった感じでセットしています。これがまあ本来の土台の設置の仕方ですね。左側は窓際の環境があったので、ちょっとイレギュラーな付け方をしました。で一回スクリーンを乗せてみて、左右の長さがちゃんと合ってるかどうか確認しています。なんか古代ギリシャ時代の労働者みたいですね。はい、という感じで長さがちょっと合わなかったので微調整して、再びは同じ作業を行います。という感じで両端に 2x4 材が設置されました。小麦はちょっと居場所がない感じですね。もう部屋がカオスな状態になっております。で最後にですね、 2x4 材にスクリーンを引っ掛けるこちらのネジを打ち込んでいきます。ちょっとで終わりますよ。ネジドリルで穴を開けネジを打ち込みます。はい、でいよいよギリシャの労働者がスクリーンを柱にセットしていきます。こんな感じですね。なんか宮殿みたいに見えてきましたね。長さはきっちり合わせたので合うはずです。お、大丈夫ですね。いけてます。セットできました。しっかり両端にフックにかかってますね。こういった形で DIY は一旦完了しました。いやー、お疲れ様でした。はい、という感じで完成したので、実際に今晩はプロジェクターでスクリーンに投影して映画を見てみましょう。どんな感じになるでしょうか。今回は電動昇降式のスクリーンを購入したので、こういった感じでリモコンで操作してスクリーンが降りていきます。いいですね。ちゃんと動いてくれてますね。でこれ今の状態だと PC のモニターに被ってるじゃんっていうふうに思うかもしれませんが、ここもしっかり今回は計算して PC のデスク環境周りをセッティングしました。モニター無理しているので、こういった感じで映画を見る際はモニターをずらせばしっかりスクリーンに映像が投影されるっていうような形になってますね。はい、プロジェクター起動させて、こんな感じで画角を合わせて、これオートで合うのですごい楽です。この X ジミのプロジェクターはめちゃくちゃいいですね。でスクリーンの大きさに画面を合わせて、まずは YouTube 見てみましょうか。あー、いいですね。大画面やっぱりいいですね。めちゃくちゃ満足感が高いですね。これ映った瞬間すごくいいなって思いました。試しに
自分の動画でも見てみますか。はい、こんな感じで暗い部屋だともちろん鮮明に映ってくれます。いや、やっぱり大画面っていうのは満足感が高いですね。自分の動画を見ていてなんなんですが、すごくいい気分ですね。こんな感じで DIY をすることで、簡単に自宅の狭い6畳の部屋でもこういった感じでスクリーン環境で映画を楽しむことができるっていうのが、今回の DIY すごく良かったなというふうに思いますね。やっぱりプロジェクターとスクリーンがある部屋っていうのはいいですね。どんなに小さくても自分の好きな時間を楽しむことができるのは、すごく満足感が高くなりますね。という感じでこの日は映画を見て楽しみました。小麦もだいぶ大画面に気になってますね。やっぱり面白いんでしょうね。単純に大きな画面っていうのは、ずっとこれ小麦はスクリーンの画面を見ていました。猫も夢中になるほど、この6畳スクリーン DIY ですね、満足いくものでした。いやー、本当に作ってよかったです。これは大満足大成功の DIY でした。はい、というわけで DIY の模様を紹介してみました。いかがだったでしょうか。工程としてはそこまで難しい工程はないので、結構簡単にできるんではないかなというふうに思います。安全面だけしっかり考慮すれば、こういった満足のいく DIY、スクリーンですね、こういったシアター環境が整うっていうような感じになってますね。ただ今回 DIY を行ってですね、1点気をつけた部分もありましたので紹介します。吊り下げの強度については、やっぱりしっかりと配慮しました。今回ですね、こういった形で吊り下げ式にしたんですけれども、 DIY のですね、精度を落とすと、やっぱりですね、このスクリーンが落下したり、この数倍法ですね、柱が倒壊してくる危険性っていうのは伴います。こちら今回購入したスクリーン自体の重さは、重量はですね 8.8kg となっています。そしてラブリコのですね、今回使用した強力タイプはですね、1本あたりの耐荷重は 40kg までという形になっています。今回は両脇に設置しているので、耐荷重は合わせて 80kg という形ではあるんですけれども、やっぱりこの 8.8kg というかなり重いんですよね。作業中も男性、私がですね、ぐっと持ち上げても、やっぱり腕が辛かったような感じです。やっぱりそのぐらい重いものなので、これがふとした時にですね、落ちてきたっていう時にはもう本当に大事故になりますよね。ただ今回はですね、私の家の都合上、どうしてもですね、カーテンレールの間がちょうど 2x4 の縦分のスペースが空いていたんですね。そこにうまくはまったので、そこには合わせたいなぁと思っていました。なるべくデッドスペースを埋める方法で設置をしてみました。まあそのためですね、通常でしたら、まあこれリモコンなんですけど、2x4 をこういった感じで横に2本立てるんですけれども、今回そのデッドスペースの関係上、縦に立ててるんですね。そうするとやっぱり耐荷重だったり、この前に来る重心の変えられる精度っていうんですかね、そういったものは変わってきますよね。まあそういった感じでですね、万が一落下した場合、私この下でデスクがあるので、こういった形で在宅ワークしてますし、先ほども動画に登場しましたが、猫小麦を飼っているので、もう本当に小麦に直撃してしまったら命を落としてしまうっていう形になるので大変ですよね。そういったところの安全性っていうのは最大限に配慮して、今回 DIY を行いました。なので皆さんもご自身の環境それぞれあると思うんですけど、特殊な環境、メーカー側の表示にない環境で作業したり DIY 施工する際には、本当にご自身の責任になるので、そこだけはしっかりチェックだったり確認っていうのをした方が良いと思いますね。はい、ということで今回はですね、私の趣味である映画をプロジェクターで最大限に楽しむために、こちらのスクリーンを DIY した様子を紹介してみました。まあ、6畳あればですね、スクリーンはちゃんと立ちますし、ホームシアター、自分だけのホームシアターっていうのはできます。なので本当に今回の DIY おすすめだと思います。まあ、実際これだけの満足感を得られて、日常を過ごす空間だったり時間がとても豊かになりましたね。映画を見なくとも YouTube で好きな動画を流しっぱなしにしたり、音楽を聴いたりするのもいいですよね。で、今回実際このスクリーンをセットするにあたってですね、必要となった費用ですね、だいたい合計で 28,000 円ちょっとという形になってまして、3万円アンダーでこういった投射環境が整います。プロジェクターに関しては、まあ今時 2,3 万円台で手に入るものもあるので、まあ5万円ぐらいで簡易的なホームシアターがセッティングできるっていう計算にはなると思います。これまたいいところがですね、ラブリコで 2x4 を突っ張ってるだけなので、万が一居住環境を変えたくなったり引っ越しがあったとしても、この木材 2x4 を変えるだけでもう一度再現ができるっていうところがすごくメリットだと言えますね。これは今回の DIY 事例に関わらず、ラブリコを使用した DIY 全てに言えることだと思うんですね。一旦環境さえこういった感じで構築してしまえば、あとはそれぞれ、まあ、プロジェクターをいいものにしたり、機種選び、自分好みのものを選んだりゆっくりできるので、楽しみはどんどん増えていくと思います。まあそんな感じで、家で過ごす時間が多い今の時代、少しでも充実した時間を過ごせるように、この DIY にチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。今回の DIY で使用したラブリコだった
ったり、このプロジェクターだったり、スクリーンですね。そういったものはすべて概要欄にリンクを載せていますので、ぜひチェックしてみてください。今日の動画はすごく参考になったなっていう方は、ぜひいいねボタンだったり、チャンネル登録をお願いします。こんな感じでライフスタイルに関する動画もどんどん発信していきたいと思ってますので、これからもよろしくお願いします。はい。ということで、なんで気をつけしたんだろう。ということで、クマログ生活の山小屋、今日はここまでとします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。